エペジー3染料化は、騎士植物のトガの一つである。本化のみで、染料目を構成する。多年層または、常緑性の木本であり、葉は耐性し、虚子を持つ。花は良性、または単性、極めて単純で、普通可比をかく。東アジアから、ポリネシア、マダガスカル島、中南米に分布し、染料、一人静か、二人静かなど、 4属約75種が知られている。皮脂植物における初期分岐群の一つであり、白秋から化石記録が多い。染料は冬に美しい果実をつけるため日本では庭木や正月の飾りなどに用いられ、またチャランや二人静か、一人静か、クロランサスセサリフォリアスなども観賞用に植栽される。ヒーチオズマムメキシカナムの果実は食用とされ、 また、線量や、一人静かなどは、小薬とされることがある。多年生の双本、または、常緑性低木稀に高木。一時に関束は、筒状、時に銅管を書く。銅管が存在する場合、細く、散在し、銅管要素の連結部は大きく、斜めに傾き、階段線行を持つ。主管の色素体は、S タイプ。節は1、または三葉暇性。 しばしば膨らむ。葉は耐性し、単葉、葉炎には、挙手があり、葉兵器部は幼少になって茎を囲むことがあり、また卓葉がある。気候の形式は多様。生油細胞を持ち、時に、粘液質の分泌道がある。プロアントシアニジン、フラボノールを書く。1A、アスカレナルシディは、木元になる一ビット、キビ一人静かは、多年草1 C。 アスカレナルシリの卓用水上過剰は、調整、または、脇なし。これが時ににさまたは三差分子する。花は良性、あるいは単性で、私有同種、または、私有異種。花は小さく、左右相性、無柄、普通小さなつとに、脇なまする。ヘディオスマム族の目花は三枚の豪着した、可比片を持つが、多は可比を書く。おしべは一三個。 メシベの脂肪の背軸側につき、約は1、2室で重列する。小胞子形成は、同時形。花粉は2細胞性、休憩、発芽口は、不明瞭、または1個。メシベは1個、脳状進化は、脂肪は1室、1個の自家製排種が脂肪質上部の、後軸側から下水する。下中は短く先端は節形、または線形。種婦は2枚、厚そう玉心。 果実は、角化、卵形から球形。外下比は、肉質。内下比は硬化し、1個の種子を含む。種子は多量のうち胚乳と、小さな胚を含む。内胚乳形成は作り壁型。染色体数は、基本的に 2n イコール16、28、30。2r1 人静かの果女2ビット。染料の果女 2c 染料の果実染料属や、茶卵属は、 小型の昆虫によって花粉媒介されると考えられており、おしベが白色や黄色で目立ち、香りを発し、少なくとも染料は密染を持つことが報告されている。一方、ヘディオスマム属とアスカリナ属では、花が地味であり、多量の花粉を放出し中等が大型であることから、風媒であると考えられている。また目立つ果実を持つ種では、鳥によって、 出産布がされると推定されている。東アジアから南アジア、東南アジア、メラネシア、ポリネシア及び中南米、マダガスカル島に分布する。極めて単純で得意な花を持つことから、古くから独立の都ガとして扱われていた。騎士植物において、単純な花が原始的であるとする仮説では、染料化は最も原始的なグループの一つで、 あると考えられていた。また、精油細胞を持つ点では木蓮芽など原始的と考えられていた木元植物と共通しており、このような特徴を持つ占領化などの双本は個草本類と呼ばれていた。シン・エングラー体系やクロンキスト体系では、同様に単純な花を持つ古性科などともに古性目に分類されていた。また独立の染料目とされることもあった。その後、 20世紀末以降の分子系統学的研究から占領化は皮脂植物の初期分岐群の一つであることが示されている。ただしその系統的位置は明瞭ではなく、単子葉類の姉妹群、松褒めの姉妹群、NA を除く皮脂植物の姉妹群など様々な解析結果が示されている。そのような中で2020年現在では、 占領下が木蓮類の姉妹群であるとする仮説が示されることが多い。いずれにせよ明瞭に占領下に禁煙なグループは見つかっておらず、占領下はこれのみで独立の目に分類されている。化石記録は非常に古く、最初期の筆植物の中で最も普遍的に見られる。占領下に関係すると考えられている化石記録は、白秋初期のバレミアン期に遡る。 占領下には、四族、約75種が知られている。主に木本製で単性花をつける、ヘディオスマム族とアスカリナ族、主に双本性で両性花をつける占領族と、チャラン族がそれぞれ系統群をなすと考えられていたが、分子系統解析からは、サズのような系統関係が示されている。ありがとうございます。